三田線は、兵庫県神戸市北区の有馬口駅から兵庫県三田市の三田駅までを結ぶ神戸電鉄の鉄道路線。有馬口駅で、有馬線と三田駅で、福知山線と接続し、三田地区と神戸市内を結んでいる。有馬口方面へ向かう多くの列車が同駅より、有馬線へ直通する運転体系が取られている、ことから、同線とひとまとめにして、有馬、 三田線と案内されることもある。沿線は、神戸三田国際公園都市など、宅地開発が進んだため大阪、神戸双方への通勤、通学路線となっており、輸送力増強のため全線復線化を望む声も、あるが、1983年の復線化工事認可以来、1991年に、横山駅三田駅間、1998年に、 岡城駅と王子駅間が完成したのみで、その他の区間については、沿線開発による地下高等から複線開用地の買収が進まず、また、神戸電鉄の経営状態から総事業費400億円と見込まれる費用の捻出が難しいことから、ほとんど進捗していない。1995年の阪神・淡路大震災では、大阪と被災地を結ぶ連絡ルートとして利用された。 運行形態は、有馬線と一体となっており、有馬線新海地方面から、三田駅への直通列車に加え、横山駅三田駅間には、公園都市線の列車が乗り入れる。普通、準急、急行、特快速が運転されているが、この内三田線内で、通過駅があるのは、特快速のみである。終日、おおむね全線を通して15分間隔で運転される。これに、 公園都市線から三田駅まで乗り入れる列車が15分間隔で運転される。三田駅横山駅間は公園都市線直通列車が加わるために神戸電鉄においてありませんの新海地駅鈴蘭台駅間と並ぶ高頻度運転区間となっており大阪方面からの福知山線利用客の接続を図って深夜の1時頃まで運転されている。以前は 道場南口駅三田駅間の入線有効庁が3両分しかなく、朝夕のごく一部を除き道場南口駅で、系統が分割されていたため道駅で乗り換えを、要したが、北節地区の開発進捗と、軌道設備改善、そして前日の公園都市線開業準備に伴う、横山駅三田駅間の復線化により1991年3月24日から、 全線で4両編成の運転が可能となった。2017年3月25日以降の日中1時間あたりの運行本数は以下の通りである。AB テラダ一、海底審判データブック日本の私鉄から、猫パブリッシングハット ABC、歴史でめぐる、鉄道全路線公営鉄道、鉄二十一号三ページ、鉄道免許上カ 関東1927年6月6日地方鉄道運輸開始。関東1928年12月26日。兵庫の鉄道全域私鉄、公営鉄道178ページ。歴史でめぐる。鉄道全路線公営鉄道。私鉄14号11ページ ABCD。兵庫の鉄道全域私鉄、公営鉄道169ページ。兵庫の鉄道全域私鉄、 公営鉄道177ページ、兵庫の鉄道全域私鉄、公営鉄道174ページ、伏線下に着工神戸電鉄三打線まず、岡城倒時間。交通新聞、P1、兵庫の鉄道全域私鉄、公営鉄道172ページ ABCDE、歴史でめぐる、鉄道全路線公営鉄道、私鉄十1 4十3ページ、兵庫の鉄道全域私鉄、 公営鉄道176ページ、神戸電鉄ダイヤ改正26日朝ラッシュ時に、特快速運転、交通新聞交通新聞社、1995年11月16日、一面。全駅に、駅ナンバリングを導入します神戸電鉄、2014年3月3日。ありがとうございます。